ツーリングって下火になったと思うんですよ。ああ、まあそうっすよね。なんかこのツーリングをなんか車中泊バージョンでできると、うん、ちょっと面白いのかなっていうか、その地方の、なんていうんですか、まあああいう、うん、知り合いも増えたりするじゃないですか。うん、だそういうあれなんですよね。だ俺、自分でゲストハウスで働いてるのにゲストハウス行ったことがないという、最大の矛盾をはらんでるわけですよ。最大の矛盾を。最大の矛盾を。最大の矛盾。でも、そうですね、ゲストハウスを運営してた人の話はいっぱい聞けるじゃないですか。うん、うん。ええ。なので、その、なんとなく、これからもし次回るときは、うん、ゲストハウスを巡って来ながらの日本一周みたいなのをすると、テーマがまたちょっとノウハウある、回るじゃないですか。うん、まあ、ちょっと自分もそのゲストハウスってちょっとあれだったんですよ。分かってるようで分かってない世界だったんで、うん、それこそあの朝弁でよくやる、自分の頭の世界の中にない感じの世界だったんで、うん、これはいいかもしれないなという、うん、のがあります。でなんかやっぱなんとなくもうちょっとこうぬるま湯に使ったじゃないですか、ゲストハウスの、うん、うん、だからなんだろう、いきなりドキッとしないというあ、まあこんなもんだろうなみたいな、ええところがある。味見はしてあるんで、味見だからこれ本当は地域おこしの方で、うん、俺宮城のここでゲストハウス運営してるんだけど日本のゲストハウス見たくて回ってんですっていうのも全然仕事じゃないですか。ああそれはいいですね。やらせりゃいいわけですよ、うん、でだってね、なんで大塚先生みたいな、うん、なんていうんですか、その場で家事手伝いみたいなやりたい人を一人置いとけば、うん、別にね、FC は回っても別に問題ないですからね。ああそういうもう多角経営ですか。ええ、まあそれもあると思うんですけど、まずは巡ってくっていう、うん、で巡ってって今のやつがやれたらそれはいいっす、ね、あ確かに確かに今のあそれね、すぐやめてノウハウ固められるんで、そうそう、ガソリン代とか全部請求して、うん、それいいですね。で回って日本のゲストハウス、数々のゲストハウスを回った F 氏が、うん、もう一回リニューアルした角田のゲストハウスがこちらですみたいな。ああ、いいですね。いいとこ取りですみたいな。うん。ってやったら、あれじゃないですか。もうネットワークも広がってるし、うん。なんか、もっと、いやー、FC 全然それお気に入ってるねみたいな。うん。もっと攻めてくださいよみたいな、こうやり取りが出ればですね。そうですね。参加型で作るゲストハウスみたいになるんで。で、お金貯まってて、今のその第2号店、第3号店じゃないですか。うん。いいじゃないですか、それ。打倒星野リゾートですね。星野リゾート、F のリゾートで。F のリゾートいいじゃないですか。F のリゾート。やりたい。F のリゾート全然星野リゾートに勝てなさそう。いや、F のリゾートは、日本の空き家を利用したイノベーションと。あ、リゾート、リゾートね。F のリゾート。これ本当に空き家だったのかみたいな。やっぱ旅しながらだとアイデア出るな、これ。ええ。ちょっとね、詰まってたものがちょっと今こう吹き出してたりしました。それだってそしたらあれじゃないですか、区は結局自治体は空き家を消滅させたいんで、あで F のさんお願いしますよみたいな。そうしょうがないなみたいな。行政企業案件っていうか行政案件ですよ、もう。あいいですね、 F のリゾート。いや無駄な税金使うのも全然いいですよ、うん、そのくだらなさがいいですね。くだらないんだけど行政のその問題を解決できるという、このアベンジャーズスクール的なこの発想、やっぱりこれなんですよね、求めたのは。でしかも我々としては領土が取れるっていう、領土が取れるというね、中国よりも先に領土が取れるというこれどうなんですかね、なんていうんですか、その例えばですよ、まあ今発展してた話になるんですけど、うん、仮にやったとして、うん、その個人でやったらやっぱ固定資産税がかかるわけじゃないですか。うんうんうん。会社経営で土地を買った場合って固定資産税はどうなるんですかね。まあかかるけど会社が払うんじゃないですか。またちょっと違うんですかね、税金のかかり方とか。ああかかり方多分違うんですよ、ね。それはやっぱりそっちの方がいいですよね。うんうん。それは面白いな。そういうの面白いですね。まあなんかちょっとそういうなんか実現が可能かどうか分かんないんだけど。うん、
っぱ適当にこうやって言っていくとですね、うん、出てくる。でそれの中でまあこれやってみようかなみたいな演技を一つ、うん、とかでチャレンジすればですね、別に失敗してもまたそれがコンテンツになっちゃうので、うん、F のリゾート5つぐらいボロい家持たされて毎年税金払わされて終わりみたいなそこに羊のオオカミ置かれちゃってボロボロになっていやそれだったら本当にあの私もあの リフォームあリフォームリフォーム N 座でいけるんで、うん、リフォーム N 座やりますN リフォームいや N コム店でいけます、うん、N コム店 N コム店雇用も増えますからね。あ、そうなんですよね、うん、あでもそういうので作ってお越し協力隊うまく活用すれば、うん、その雇用のお金はそっちの制度で使えて直せてその若者たちもチャレンジできて、うん、我々もあの発展できるというですよね。いやそういうために使ってほしいんですよ地域おこし協力隊の制度。いやあのなんであのゴミ捨てみたいな。いやそれこそ昨日ひどかったのあの石原何でしたっけ、ノブテルでしたっけ。ああ、あの元幹事長、あいつあの岸田がなんか参謀みたいなのにやったらなんか雇用助成金を着服してたみたいなで辞任しましたよ。え、あいつ自身が。はい。っていうかあいつ選挙負けたんですよね。負けたじゃないですか。で岸田が任命したんですよ、内閣参謀副なんとかに。え、議員じゃないのに。あ、そうそう、あの自分で落ちてるのに、うん、あの石原落ちてるなのに。そう今ちょっとそれすごい言いたかったんでそう落ちてるが、うん、おでもなんかね、仲良しクラブの何か分かんないですけど、あ、まあその参謀に直属で任命なので、うん、もうその断れる断れないとかじゃないじゃないですか。ああ、もう命令みたいな。そう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 。でそしたらなんか昨日なんか辞任ってなってて、え、なんかやらかしたのか、うん、こいつって思ったら、うんうん、たかが60万の助成金ですよ。え、議員なんか雇用なんとか助成金みたいなのを。俺じゃないですか、号泣議員もびっくりですね。え、ちょっと落ちてるに号泣議員の真似して最後釈明してもらうっていう、それやったら落ちてる次票入ると思うんですよね。いや、やばいっすよ。ここで号泣議員出してくるみたいな。ええ。やるな、落ちてるみたいな。いや、マジ。あれ、あいつなんだっけ、あれ、裕次郎の息子、裕次郎のおじさんの息子。あれ、裕次郎、だからあれじゃないです、吉住との兄貴です。あ、だからあれですよね、元都知事の息子ですよね。そうっす、だから直系、あ、そうそうそう。え、元都知事ってあれ、裕次郎の息子じゃないですか。あ、いや、あれ、裕次郎の兄貴です。あ、裕次郎の兄兄貴なんです。だから、おいっ子、だ裕次郎のおいっ子ってことです。そっか。でも、石原家に泥を塗ってるわけです。まあ、石原軍団の人ですから。ええ。まあ、そこでちょっと役者魂見せて。もし、太郎に吠えろだったら、あだ名は号泣みたいな感じで。よし、ちょっとやってもらいたいなって。だから、NZ はあれですよね。太郎の吠えろは知らないですよね、あんまり。知らないです、あんまり。私もあんま知らないんですよ。あ、そうなんですか。太陽に吠えるはまあそういう刑事ドラマの走りですけど、うんうん、あの刑事にあだ名がついてるんですよ、大体 G パンとか。あー、G パンデカ。G パンデカっていうか。え、G パンデカじゃなかったんですか。まあ、G パンデカっちゃ G パンデカですけど、まあ。まあちょっと出なくなったらちょっとまた勉強してみようかなと思うんですけど。確か G パンがなんじゃこりゃの人だと思うんですよ。なんじゃこりゃの人わかんないですよね。わかんないです。あれですよ、あのワンピースのクザンですよ。え、青生地です。青生地です。ええ、どういうことですか。キザルのモデルはもちろんわかりますよね、あんなわかりやすければ。ボルサリーノは。ボルサリーノ。ボルサリーノのモデル誰ですか。え、おえあれ、北の国からでしょ。ああ、田中国でしょ、あれ、どう考えても。確かに。え、知らなかった。え、本当に。あれモデルがいるんですよ、あの大将は。この前もあの羊か誰か言ってたじゃないですか、あの藤虎はあのパンツの中に。はい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 、確信だって。え、赤犬は。赤犬はもうあれでしょう、朝日ソーラージャケンでしょ。おお、仁義なき戦いですよ、菅原文太です。っていうことで青生地はあれなんです、
ジーパンなんです。そうなんですか。で誰ですか。クザ。あいつ。ジーパン？太陽に吠えろ。石原。松田優作ですよ。あいつ。松田優作かっこいいっすよね。松田優作が青木地なんです。おお、そうなんですね。そうです。で、ジーパンが撃たれて、こう腹触ったら血がついてて、なんじゃこりゃつって死んだって。それがあの名場面。伝説の。伝説の。知らなかった。という、あのね、こう、なんか、表面ぐらいしかわからないっていう。今の、あれやってほしいですね。あの、何ですか。オオカミやってほしいです。え、今の何やってほしい？ワンピースの、あの世界政府の大将のは実はそ それもう普通にみんなやってるでしょそれそうなんですか、うん、なんか全然知らないそのドグラフィングがこいつだったかだったらまだあれですけど、あの3大将はもう昔からみんなもう分かってることですから、分かってることですから分かってることを逆にもう一回やるっていう。そうなんですよ。だからその逆に言えば陸牛は誰なのかっていうのあるんです。はい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 、あ、これから予想されるやつですね。そう、陸牛ちょっと一回だけシルエットみたいに出たんですよね。うん、あれが誰かという。もうでも出ないまま終わりそうですけど。陸牛。実はね、あの考察ものではですね、うん、陸牛はある人間のあの親父じゃないかという。ある人間の親父。あるキャラの親じゃないかという。はいはいはい。仮説が立ってるんですよ、ええ、誰でしょうという。シャンクスです。ゾーロなんですよ。おお。これなんでかっていうとですね、うん、下付牛丸ってやつがいるんです。はい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 。でそこ牛ってついてるじゃないですか。はい。陸牛のもう牛なんでここがここは怪しいという。で、はいはい、でゾロはあの下付村にいて、うん、なんかその下月系とのなんかやっぱつながるんじゃねえかという噂が立っています。そうですね。で、あの親父とかあっちのが分かんないので、うん、この牛つながりは怪しいという話が出てるんですよ。もうあのモッチー先生のワンピース大好きチャンネル見てないですよね。あれは見てもらいたいです。見てみよう。あの大好きなのはあのモッチー先生の番組の初めのっていうかそのあのジングルみたいな流れです。うん。いつもんちワンピース大好きチャンネルみたいな、そういうあれが私聞くの大好き。メキシーそういうの好きですよね。そう覚えられないんだけど、いつもんちワンピース大好き大好きみたいな、そういうあれが大好き。毎回流れるんだ。だってあの未来予想の部屋もそうじゃないですか。なんか最初と最後の入りが好きだっていう。ああそう、皆さんこんにちはさよならみたいな。もうね癖になっちゃってるんです、ね、モッチー先生ね大好きになってくるんです。あれずっと言われてるから、ワンピースが大好きなのかモッチー先生が大好きなのか分かんない。でもゾロもあれですもんね。ゾロが今おでん化してますからね。あ、ゾロはなかなかすごくなったんですか。ええ、今回見ました。え、救済じゃないですか。ああまあ、じゃあ1個前じゃん、あのサンジが戦ってたやつ。はいはいはい。あれ倒しましたよね。倒しましたね、多分。飛んでっちゃいましたよね。ええ。っていうか、あいつ弱いですね。ただクイーン様、クイーン様。クイーン、ただのあのビーンスモークの技やっただけですからね。まあ、クイーン様ギャグキャラですから、どう考えても。ええ、ただの、フランキーのちょっと劣化バージョンみたいな。ああ、なので、そうなんですよ。あれね、仮説がまだ1個立てて、クイーン様はフランキーの親父じゃない仮説も出てたんですよ。おお。そういうなんかちょっと似てるっていう。確かに確かに。で最後フランキーがそれでなんかやるんじゃないかって言われたけど何もなかった。ただサンジが倒しただけ。まあ、サンジがね、ルナーリア族かどうかっていうのが今ちょっと話題になってますよ。なんかルナーリア族はだいぶなんか話題になってますよね。なんで足から火が出るんだろうという。ええ、神ですもんね、神。ただあのルフィからもちょっと火出てるんですよ、ね。ああ出てますね。だからもうみんな火出てんな。ええ、みんなエースの意思をついてます。そうなんですよ。ちょっとそこら辺が火出てるかな。
ずっとこれ言いたかったんで。じゃああれは分かります。ちょっと今日はもうワンピース特集になっちゃったんですけど、なんかルフィ海賊団って10人仲間になる説があるんですよ。うん、あラスト1人、そうラスト1人は誰でしょうって。いや僕は的には青木地だったんですよ。青木地、ええ、いいとこ行きますね。青木地来てほしかったんですけど、うん、この戦いに出てこないんで。そうなんですよね。でただですね、あれ桃太郎オマージュって言われてるじゃないですか。はいはいはい、はい、桃之助、うん、でまあルフィはモンキーってついちゃってるんで猿じゃないですか。で犬は多分もうこれヤマトでいいんですか。ヤマトですね多分、犬のみだから。でキジマルコですもんね。でもキジって青キジにキジってついてますよね。そうなんですよね。でマルコがキジはミスリードじゃないかという、うん、あこれ言われてるんですよ。でここじゃあもう青キジ諦めちゃいました犬さんは。いや諦めてないですよ僕は。もう前向きの精神を忘れかけてますで、うん、これモッチー先生がですね、うん、2つ説を出してるんですよ。はいはいはい、誰と誰でしょうという。ああなるほど。でも消去法でいくと、うん、マルコは白ひげ海賊団で、うん、白ひげの一種ついてるわけじゃないですか、うんうん、だからまだないなと思って、うん、で大穴、うん、大穴そうですね、ビッグマムですかね。ビッグマムビッグマムいいとこついてますね。え、本当ですか。ビッグマムね、モッチー先生実は出してるんですよ。でも、ね、ビッグマムはですね、うん、モッチー先生は11人目と言ってるんですよ。え、ちょ、増えてる。そうなんですよ。10人目は違うって言ってるんですよ。モッチー先生は11人目の仲間はビッグマムするんです。はいはいはい。だから、キジのキャラではないじゃないですか、あれ、どう考えても。うん、どっかでキジが出てきて仲間になるっていう、このキジ誰でしょう。ゾーン系ですね、じゃあ。ゾーン系、なんでしょうかね。誰？一人はね、あれなんですよ。お玉でヤンスなんですよ。ああ。で、なんでかっていうと、お玉のね、服の色付けとかがキジの色付けなんですよ。黄緑色の服に、なんか生地って大体黄緑、紫、赤色なんですよ、見てみると。はいはいはい。で、そういうカラーリングされてるんですよ、おたまって。すごっ。で、じゃあなんであんな子供が仲間になるんだっていうと、ある話がちょっとヒントになってるという。分かった。なんでしょう。お母さん、だから時だからです。あー、そういう、なんか鳥の名前つながりみたいな。お母さんが時原違う人ですよね。日和ですよ。あ、そっか。詳しいっすね。あれなんですよ。熟熟の実なんですよ、これ。熟熟。桃之助は熟熟の実で大人になったじゃないですか。だから、お玉も大人になる。あ、自分の能力で？いや、忍の能力です。あ、そっか。そっか、忍ぶ。そうですね、すいません。熟女忍者の忍ぶ。で、お玉も、大人になるわけですよ。で、前、ハーピーっていうのが出てきたんですよ、昔。はい、パンクハザードかなんかで。はいはいはい。モネっていうキャラが。あ、モネ。あれ、手が鳥になってるじゃないですか、羽に。うんうん、あれ、モネって子供の時、手羽じゃないんですよ。はいはい。手ついてたんですよ。で進化したらそうなったんです。大人になった。なんか大人になったらああなったみたいな説があって、おたま大人になるとハーピーだった場合、ああなるから、キジになるんじゃないか説っていうのが出てる。え、モネってでもあれなんじゃないですか。パンクバトルが改造されたやつじゃないですか。だからそれが改造されたかどうかがミスリードなんじゃないか説が出てる。ああ、またミスリード。ミスリードなんじゃないか説が出てる。面白い。え、モネの、兄弟知ってます？え？彼の兄弟、なんか俺も名前忘れたんですけど、子供みたいなキャラで、なんか行ったんですよ。多分あれじゃないですか、ドフラミンゴのところでおもちゃにしてた子じゃないですか。あの女の子？あの女の子、兄弟らしいです、確か。え？
謎なんですけど、ね、謎なんですけど、ええ、でまあそういうのが1個あると。でもう1個は誰でしょうという、これはね多分ね出ないけど、ちょっと和の国つながりという、和の国つながり、和の国がちょっとヒント、だから、あ、本当にこれワンチャンもしかしたらあんのかもという、まあ、とんでも説なんですけど。とんでもない説。まあ、とある侍というか、とある剣士というか。え？サボです。クイナなんですよ。ああ、クイナ。クイナなんですよ。え？階段からこれが落ちて死んだと言われている。はい。これはじゃあなぜクイナなのかという。はい。まあ、クイナはまあ下野でも関係あることは分かったわけですよ。だって下野幸三郎の孫なわけですから。なんでクイナが出てくるのなんて思ってたら。うん。もう出ちゃいました、答えが。え？だから下野家とは関係あるわけですよ、クイナ。はいはいはい。で、あれは男に女だったから、なんか私は最強になれないみたいで泣いてた話と、さすがに階段から落ちて死ぬっておかしくねっていう。なるとクロコダイルの説知ってます？なんですかそれ。クロコダイルは、うん、岩ちゃんに私はあなたのあのなんか弱みを一つ握っているみたいな、言ってました、覚えてます、うん、あの弱み何か知ってます？え、わかんないです。あれ元クロコダイル女説なんですよ。ええ、じゃあ変えたってことですか？性転換したってこと。そう、だからそれ岩ちゃん変えれるじゃないですか。ああ。で、変わってあいつ男になったっていう弱みだってみんなに言われてるんです。もうこれはあの考察会ではもう有名な話です。へえ。ということはクイナは女から男になれる可能性あるわけじゃないですか。ええ。という男になって出てくるっていう。そう。めっちゃ見てますね。で、クイナってですよ。もうここからなんですよ。このテンション上げ上げは。ええ。漢字で書くと同格でしょうという。え？今ちょっとスマホでちゃちゃって入れられます？あ、入れられます。クイナを漢字変化したら分かるぞこれ。クイナワンピース水鳥、水キジって書くんですよそれ。キジって書くんですよそれ。ちょっとうるさいです。本当だ、すごい。ということでクイナワンチャンある説、ね、これこういうのを皆さん調べて、すごいですよねこの人たち、ね、やべえなこいつらって。すげえな。で小田先生もこういう伏線張ってたらちょっとアホだなっていう話なんですよ、うん、なるほど。でおたまかクイナかって言われてます。なるほどっすね。でもちろん生地のついてる青生地と今着ているマルコのこの4人のレースになってきている。面白い。誰が来るか。私はやっぱちょっとクイナーかなという。男になったクイナー出てくるから。私は青生地ですね。クイのないようにしたいです。このレース。ぐいぐい行きたい。っていう話です。でビッグマムも仲間になる伏線みたいのは書かれてるんですよ。で確かにビッグマムちょっと仲間になりかけてますよねあれ、うん。記憶失ってみたりとか。何回も出過ぎですしね、しかも。うん、お玉助けてみたりとか。でかあのガードが緩いなと思います。あれはビッグマムの体の中にあのマザーカルメル生きてる説っていうのがあって。ああ。でそれが出た。なんか出るかなんかで本来のビッグマムを取り戻すみたいな。なるほどですね。お話になってるらしいです、うん、という今日はワンピース考察のちょっとこれちゃんと撮ってました。これコンテンツ意識しましたからね私。撮ってますよこれ。ワンピース好きもアベンジャーズスクール来てほしいって。これ流せます。あれ F 何気に考察見てんじゃんみたいな。いやいや何気ってか見すぎです。まあ毎日ちゃんとモッチー先生のワンピース大好きチャンネル見てる。これリンク貼り付けられるやつです。
あの小焼きスタジオは最近見なくなったんです。あの小焼きスタジオから私あのモッチー先生のワンピース大好きチャンネルに移籍したの移籍しました。なんか小焼きスタジオね変な都市伝説やり始めちゃったんです。あらあら、なんかワンピースじゃなくなってきたの。なるほど。っていう話でね、今日も朝弁は何もなくなってしまって、ただの FC があのひたすら見たモッチー先生のワンピース大好きチャンネルのネタを披露したかっただけっていうっていう番組だけど、初めはちょっと F のリゾートのアイデア出たからいいか。 OK です。そういう感じでした。 OK です。じゃあ皆さんもね、ワンピース考察ちょっとここが甘いんじゃないか F っていうのがあったらぜひコメントお願いします。あとあのチャンネル登録者の割に再生回数が少ないと思った人もちょっとコメントいただけます。またあのあります。自ら言ってみる、ええ、自ら言ってみる作戦で。でははい、ウィークですね。今日は F のファンクラブでした。さよなら。